山陰の昔話「ウサギとワニ」昔稲葉の国に一匹のウサギが住んでいましたがある年の大水でその住みかとしていた竹やぶと一緒に隠岐の国へ流されてしまいました。 あときこのうさぎはもとの稲葉へかえりたいと思ってうみのワニをだましてけたのさきへもどってきましたがそのときワニがおこっていふくをみなはいでしまいましたのでうさぎははだかでないていましたこのときおおくにぬしのかみのきょうだいである 上はここをお通りになってその理由を聞かれますとうさぎは「私は元稲葉のうさぎでありますが沖からここへ渡ろうと思って海のワニをだましてきましたからワニは怒って私の着物を吐いてしまいました」と答えました。 上は「それなら海の塩で体を洗って風通しのよい丘の上に寝ておれ」と教えられました「大国主の神は袋を背負って安上より遅れてここをお通りになりますとウサギは大層苦しがって泣いています。 大国主の神はうさぎを「お前は池に行ってよく体を洗いガバの花をとってその上に寝よ」と教えられましたうさぎはそこで「そのとおりにいたしますと」とたちまち元のごとくに言えましたこれは大国主の神が 医術を心得ておらられたからでありウサギはよろこんで大国主のところへお礼に来て「おかげで助かりました。あなたはいまは兄さま方のお供をしておいでになりますが後にはきっとりっぱな神さまになられましょう」と申しました。 また兎は稲葉の国毛高郡内海村に白土神社として祀られています。